どうも、にゃんにゃんクリーパーです。自転車に乗ってていつも思うことなんですけれども、この道ですね、自転車が通る道が、青色のね、ペンキか何かで塗られてるんですけれども、工事を繰り返していて、青色の部分が見えなくなってしまってるんですね。これ、水道管の工事とか、いろいろやってたかと思うんですけれども、なんで色を戻さないのか、このアスファルトのままにしてるのかがいつも謎で疑問に思ってるんですよ。これ本来自転車の道なので、人が歩くところとね、分けて事故が起こらないようにしてるはずなのに、なんでこれ色を戻さないのか。工事屋さんってこういうことちゃんとやってくれないですかね。はい。何かしらね、ルールがあるはずだと思うんですけれども、工事をしたらちゃんと青色に戻すべきだと思うんですよ。こういうのが事故につながると思う。自転車もね、いろいろルールとかね、だんだん厳しくなってますけれども、それはそれとして、こういう道路もきちんと、色を元に戻してほしいと思います。以上、にゃんにゃんクリーパーでした。